では早速田村調教師に伺います。今朝の最終追い切りについて早速コメントいただければと思います。単走で外外を回してという内容でした。まあ、あの前走4ヶ月ぶりでダービー使った後使った後も順調でしたの で、まあ、いつものローテーションでいくと一回山本に返してですね、でうちでまたやるっていう形だったんですけど、まあ、今回ちょっと日程的にタイトだったんで、それをやめて、セントライトがずっと時給で置いといて、今週、先週、先々週と3本下で単走でやって、まあ、非常に落ち着いてるので、まあ、合わせもとかもできるんですけど、まあ、今はまだいいかっていう感じで、まあ、今日の最終も1頭できましたけど、まあ、あの月曜日から天気があまり良くなくて、馬場が割と重めだと思うんです。まあ、それでも一番乗りだったので、まあ、鎮圧かかってて非常にいい状態のところを走らせてきてたんですけど、まあ、折り合いを重視してきちんとコントロール、騎乗者のコントロールしながらラップを刻んで、最後だけずっと離しなさいという指示 で、その後もゴールマン過ぎてからずっとブレーキかけないでそのまま流してきなさいという指示を出してたんです。まあ指示通り乗れてたし、馬もそんなすごい時計出してるわけではないんですけど、まあ、躍動感もあるしいい感じだったかなと思います。しまいも11秒7でしたもんね。そうですね、まあ、非常に今日馬場重いですけど、ラストの200メートルの動きは非常に良かったかなと。先週、先々週よりさらにいい動きに僕は見えましたけど、それにしてもその今中間の家庭先生からお話しいただきましたけれど、その前走のセントライト記念、残念ながら最後、刺されて頭差2着ではあったんですけれども、ただ内容としては相当どうですか、先生としても手応えのあるレース内容だったようにも思いますが、ちょっと前走そのあたり振り返ってみていただけますか。そうですね、まあ、春先非常に苦しかったと思うんですよね。まあ、予定通り年当初からも このローテでダービーまで持ってきたいというふうにその自己条件 にもなってないような状況でも出れる条件になってなかったにもかかわらず、ここまでを春の最大目標のローテっていうふうに決めてて、その通りきちんとローテは取れてましたけど、それでも、やはり弥生賞を勝ちに行ってたし、皐月も勝ちに行ってて結構ハードに攻めてたので、ダービーどうかなと思ったけど、ダービーさらに前向きになってね、競馬も使えて、まあ、本人は疲れたろうなとは思ったんですけど、まあ、その後まあ影響を養ういつもの牧場で本当にきちんとケアをしてくれましたので、本当に心身ともにリフレッシュした状態で返してもらってね、それで、まあ、約4ヶ月ぶりで使って、まあ、久しぶりでもそれでもまあまあできてるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、まあ本当はあそこで無理しないで勝たせてあげたかったなって思ったんですけど、本当に相手が強くて、やっぱりそこではかなわなかったんですけど、まあでもうちはきちんと仕上げて、まあ、負けはしましたけど、内容としては良かったのかなっていうふうには思ってました。そして迎える菊花賞本番です。このアスコリプタモアにとっては本当に春惜しいレースを2つクラシックでやって最後一冠です。そこに向けての先生の今の心境というのはいかがでしょうか。まあ、本当に昨年の秋のところから一生がでもこのままいけるんじゃないかなってずっとビクターモアのスタッフたちは信じていたし、まあ、実際その通りクラシックも出れたし、まあ、内容も相手が本当に強くて、ね、勝つことはできなかったですけど、でも菊田モアのいいところは特にダービーでは見せれたので、
まあ、当然陣営としては夏も上手に越せましたし、前哨戦もまあそれなりにいい競馬をして、その後きちんと回復して立ち上げてきて、非常に上向いた状態で今日まで来れましたから、まあ本人はそろそろ競馬だなっていうのは分かってると思いますけど、今ご質問があったようなことは本人は分かってないんで、それはまあ僕たち人間がこう考えていることだと思うんですけど、通るだけの力があるんじゃないかなっていうふうには陣営は思っているので、こちらにこう運が来ればいいなというふうには思ってます。何しろ今回の登録メンバー中ダービー再先着馬です。で、先ほど田辺ジョッキーにお話を伺った時にもちょっとそんなお話があったんですけれど、今まではサツキもダービーも他にそのライバルがいて、そのライバルに対してどう戦うかっていうレースだったのが、今回はいわばアスクビクターモアが追われる立場になるわけですが、そのあたりの難しさ、プレッシャーっていうのは先生はどんなふうに現時点で感じていらっしゃるでしょうか。まあ、ずっとセントラル的に終わってからセントラル的にの競馬を見ましたし、まあ、出る馬たちもだん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 決まってきて、そういう馬たちの18頭も勉強させてもらって、まあ、今お話しあったような立場になるんだと思うんですけど、まあ、それはまあ、光栄なことだと思うんです。まあ、今まではこちらはいいと思ってますけど、それほど高い評価を得てなかったので、本当に大立場だったので非常に気持ちも楽だったですけど、まあ、今回はそうではない立場になるんですけど、まあ、これから限定戦というのはこのレースの最後で、ここから先さらに強力なお兄さんとかお姉さんと戦っていくことになるだろうと思うと、どん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 ハードルが高くなっていくわけですから、その時に何度も自分の都合いいにはならないので、まあ、今回は少し皆さんにマークされるのもきつくなるのも承知ですけど、ね、まあ、それが競馬だし、そういうのを打ち勝ってこそ強い馬になっていくわけですから、その辺のところをどういうふうにするかっていうのは、まあ、これから田辺君とも相談して作戦を考えていこうかなと思ってますけど、まあ、注目されるのはこういうこと。もちろんその細かい作戦というのはこの大勢のメディアの前でお話しできることではないでしょうけれども、ただどうですか、例えばダービーの時に3着だったけれども自分たちのやり方を貫いてああいう成績を出した、あの感じでこのアスクビクターモア流の先生流の自分たちのレースを貫くっていうことで臨む菊花賞にはなるんでしょうか、どうでしょうか。まあ、もちろんそうだと思いますね。あの馬が気持ちよく走れるような状態に厩舎は仕上げる、でいい状態でコントロール性が良くてきちんとした状態でジョッキーに当日委ねて、そこから、まあ、彼が本来出すべく戦法というのを考えてジョッキーには指示を出そうかなと思います。距離、それから2度の坂越え、もろもろいかがでしょうか。まあ、距離はどの馬も初めてだと思うんですけど、まあ、私は当初から事故条件でこう引っかかって勝っているような時からでもこの馬絶対中長距離だと思ってたので、距離を詰めるということはずっと考えてなくて、必ず中長距離だけど当座長距離の方でうまく花が開くんではないかなって、それは昨年の暮れからずっと思ってたこと、それを、まあ、初めてそのダービーで、当初はあんまり得意ではないんじゃないかって言われてた左回りのダービーできちんとコーナーも回れたし、2400も、まあ、本当に見せ場たっぷりで走り切ったことを思うと、 3000m はダメだというふうには全く思ってなくて、全然大丈夫だというか、距離に関しては思ってます。
同一なんですよね。坂越2回で、あとクロス形態が得意な中山と阪神とちょっと似てる部分もあって、それもアドバンテージかもしれませんが、コースについてはどうでしょうか。そうですね、まあ、東京に近いコースが僕の中では京都かなとか、中山に近いコースが阪神かなっていうふうにちょっと思ってて、まあ、そういう点ではこうスペクターモアにとってはこの阪神競馬場っていうのは非常にいいんではないかなっていうふうに僕は思っていたので、阪神競馬場は僕にとっては大歓迎です。で、まあ、右回りというのも、まあ、僕は右も左も関係ないと思ってますけど、大丈夫だし、二度の坂越えというのもありますけど、中山の坂は相当きついですから、その相当きつい坂を経験しているので、まあ、阪神競馬場も非常にタフですけど、でもそこ二度の坂越えはクリアできると思ってるし、まあ、条件みんな一緒ですから、うちの馬は長いところ走り切れるので大丈夫だと思ってます。もちろんこの大チャンス、どの陣営も全力で勝ちたいと来るのは当たり前だと思うんですけれども、でもやっぱり中でも今度こそという思いが一番強いのが先生の陣営だろうと拝察します。メディアを通じて応援してくださった皆さんに、そのあたりも含めてちょっと先生の言葉で何かお話しいただければと思います。そうですね、まあ、最後の一環ということで、どこまでもチャンスがあると思うし、みんなここ本番できっちり仕上げてるので、うちもきっちり仕上げましたけど、よそももうきっちり仕上がって、でも勝ちたいのはみんな一緒ですけど、とにかく今日までは無事にきっちり調査できてるので、あと数日、まあ、それと、まあ、輸送は慣れてて、しょっちゅうお泊まりで牧場帰ったり来たりやってるし、非常に競馬では割と気性の強いところ見せますけど、厩舎にいるときはものすごくおっとりしていて穏やかな子なので、多分輸送もそれから当日向こうの馬房内にいても多分おとなしくしていられるだろうな、それは過去の実績からそうなので、そういう点でも安心しているので、当日初めて関西の遠征してですね、まあ、関西のファンの方々にお見せすることができると思うんですけど、まあ春先頑張った馬なんだって、まあまあいい馬だねって言っていただける状態で出れると思うので、まあ、どの馬も一生懸命頑張るので、みんな応援していただきたいと思いますけど、うちのも頑張るので春先から応援してくれている人、また当日見ていただいて気に入った人にはぜひとも熱い応援をしていただきたいなと思います。ありがとうございます。ディープインパクトのそのものすごい強烈な切れ味っていうんですかね、そういうのとはちょっと違ったタイプなのかなっていうふうには感じてたんですよ。なのでなんかものすごい勢いでなんか溜めてて一気に33秒台頭ぐらいでドカーンとこういくっていうタイプというよりは、ああやってかかってるようでいてもうまくそのコントロールできてると、そこの部分ではちょっとブレーキかかっちゃってたとしても、結果的には長くいい足がずっと持続して使えるようなタイプの馬なんじゃないかなっていうふうには、その2歳の時からこう思ってたんですよね。溜めといて、よいドンって言って、ラスト下がるんで、32秒の後半出してこいとかって言われると、それはどうかなっていうふうに、なんとなく2歳の時はこう思ってたんですね。それで、なんとなく、マイルとかそういうふうに、18とかの方に行っちゃえば、もっと楽なのかなって一瞬こう思ったんだけど、そうすると、このまま持ってると、そのものすごく、せっかくいいところを、一回そういう競馬をさせちゃうことによって、なんか、もし、なんか本当にすごくいいものがあったのに、そこを気づかないで何ヶ月とかにな過ごし無駄な時間を過ごしちゃうのが嫌だったんです。だから自分の勘を信じてずっととにかく短いところには行かないっていうふうにジョッキーにも言っていたし、スタッフにも言って そこの選択肢が調教師にはもうないんだなっていうふうにして、とにかく折り合いをつけて
きちんとこうコントロール性を良くして、あの馬に この条件で我慢することだけ教えていたら、結果やっぱり自分の思ってる通り中長距離になってきたということなのでだと思います。よろしいでしょうか。土曜日の予定になります。はい、今体重先生どのぐらいですか。今前走のプラス8人で作ってあると思います。はい、それ先週の木曜日の時点で前走比のプラス8で作ってあって、あの明日体重を測るのでちょっと今どうなってるか分かんないですけど、まああのご飯もいつも通り食べてますし見た感じ変わらないので、まあ、長距離走を考えてますけど、まあ、このぐらいの体重にしとけば東京競馬使う時よりも気持ち2キロ4キロぐらい乗せて作ってありますけど、これでいいのかなと思います。